ればいいかな。はい、私は準備 OK よ。もう大丈夫そうだね。さっき教えた技で僕とビーデルさんと戦ってもらうよ。そんなに緊張しなくても大丈夫だよ。ただの手合わせだからね。それじゃここで終わりにしようか。よく頑張ったね。合格ね。私たちが先生になってあげるね。いいでしょご飯くん。うん、ビーデルさんがそう言うならまあいいかな。俺お前のこと見直した。ちょっとびっくり。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はビーデルさんと手合わせをしてもらうよ。私だってちゃんと鍛えてるし、簡単には負けないんだから。それじゃあ僕は見てるから、2人とも頑張ってくれよ。なかなかやるじゃない。この動きすごいな。結構鍛えてるみたいだね。オープンあった。授業はこれで終わりだよ。ビーデルさんを倒しちゃうなんてなかなかやるな。ちゃんと技も使えていたし、飲み込みが早くて教えがいがあるよ。ごはんくん、なかなかやるな、じゃないでしょ。少しは私のこと心配しなさい。すいません。すごいよ、信じられないや。何？何？ごはんくんの教え方がうまいから私も覚えちゃったみたい。それじゃ始めるわよ。ごはんくん、ちゃんと戦いなさい。あなたももっと攻めるのよ。どう？はい、そこまでよ。二人ともそこでおしまいよ。きちんと技が使えていたわね。ごはんくんを相手にすごかったじゃない。そうですね。
僕も途中から思わず本気になっちゃったし。これなら最後の技を教えても大丈夫そうね。ね、ごはんくん。うん、そろそろ大丈夫そうだしね。それじゃ次が最後の授業だよ。嘘でしょ。どうしたらそこまでやれるの。何？これが最後の授業だよ。ボスとビーデルさんを相手に勝ってもらう。大丈夫か？君ならきっと戦いになるよ。今までに教えた技を全部使って戦ったよ。最後はさっき教えた技よ。それじゃ始めよう。ここまで来るとまた腕を上げてる。本当に強い。ビーデルさん、手を抜かずに行かないと二人がかりでも負けちゃいますよ。ビーデルさん、いや、かなりの強さみたいだ。僕も少し本気を出した方が良さそうだね。僕もビーデルさんも力を出し切ったしね。あなたとても強かったわ。これからは私あなたの先生じゃなくてライバルにならせてもらうわ。ビーデルさんに見込まれると大変だぞ。毎日押しかけられちゃうからさ。あれはご飯くんだけなんだから。もう変なこと言わせないで。そんなわけでこれで僕たちの授業は終わりだ。今までお疲れ様。すごいよ、信じられないや。